にちは。こんにちは。ステージお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、今回ちょっと3つほどインタビューしたいんですけれども、はい、まず1つ目、アンバサダーになったきっかけっていうのは何だったんですかね。はい、きっかけはですね、僕去年、今年、2年アンバサダーやらせていただいてるんですけど、1年目からだったんで、正直アンバサダーの活動っていうのは例がなかったんで分からなかったんですが、まあ、アンバサダーからゴールからアンバサダーっていうのを募集します。で、内容を見て分からなかったんですけど、やっぱり自分自身が、去年ですね、26歳の時に独立できたんですけど、やっぱりそれはこうバーバーブームっていうのがあって、でフェードカットっていうのが、でフェードカットにはウォールのツールっていうのはもう欠かせないもので、で自分はやっぱりそこに、まあ、助けられたというか、やっぱりウォールっていうツールがなければここまでやってこれなかったなと思ったんで、まあ、ウォールに、まあ、恩返しじゃないですけど、ちょっとでも力になれれば、で広めていければなと思ってアンバサダーでやらせていただいてます。なるほど。2つ目なんですけど、アンバサダーとして力を入れている活動、まあはい、バーバーとしてだったりとかでもいいんですけど、はい、アンバサダーとして力を入れていることは、やっぱり僕らバーバーにとってウォールっていうのはもう結構、まあ、広まってるとは思うんですよね。知らない人いないぐらいになってると思うんですけど、やっぱり美容師さんとか、まあ、もちろん床屋さんでもまだ知ってるけど使ってない人とか、美容師さんだったらもうそもそもウォール知らないっていう人全然多いと思うんで、僕はそのセミナーに力を入れたくて、それも全然まだフェードカットしてない方たちで、始めたい方たちっていう方にウォールフェードカットしてもらって、そのためにはウォールが必要なんだっていう、まあそのセミナーに、まだやってない方のセミナーに力を入れています。なるほど。最後なんですけど、はい、アンバサダーやバーバーとして今後の夢、はい、目標みたいなものってありますか？はい、目標はですね、具体的にここっていうのはないですけど、もう行くとこまで行きたいなと思ってます。もちろんアンバサダーの上にいるキューターっていうのもあるんですけど、もちろんそこなれたらいいなとは思ってるんですけど、まあ、そこを目指すっていうわけじゃなく、やっぱりセミナーやったり、今回のアジアビューティーやったり、ステージ立たせてもらうと、まあ、いろいろ反省点もあったり、もっとこうしていきたいなとか、もう回を増すごとにそういうのが生まれてくるんですよ。そこをまた改善して、次にまたチャレンジしてっていう、多分終わりはないと思うので、まあ納得するまで納得多分一生しないとは思うんですけど、ありがとうございました。ありがとうございます。